とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。台風が来てるね。台風が明日来る予定なんだけども、もうすでに外はゴーゴー言ってて、これは大変なことになりそうだぞ。はい、ということで、今日はですね、これ、先日入手しました、ブラストだけの255。これを使っていきたいと思います。251よりもダメージが10万上がってます。10万ダメージって結構だからね。これでブラストビルドだね。ドラとブラストだけ。そして羽。で、装備が、不滅のナイフ。これダイナモがついてます。で、輝くローブとパープルストームの虚無付き。ですね。これは強いと思うよ。行きましょう。それでは、行きますね。無限付きの弓じゃないんだけども、多分、間に合うと思う。多分大丈夫。すげえ。すげえぶっ飛ぶな。こんなぶっ飛んだっけ？むちゃくちゃぶっ飛ぶね。こんな感じだったっけ？敵がやたらぶっ飛ぶ。はいはい、ああ、矢が出た、あのね、ソウルが溜まるから、一応、無限増殖はできんのよね。無限増殖なんやな。無限じゃないな。増殖ができるんで、いいかなと思うんだけども、やめとこう。今日はもう、なしでそのまんま突っ込んでいきます。はや、こんな強かったか？めちゃくちゃ殲滅力高いよ。じゃあ、もしもね、敵で変更とかついてきたら、もう溜まりに溜まったダイナモを打ち込んでいけば、いけるはず。ちょっと待って、段差がきついね、ここ。問題ない。すっげえ。あ、やっぱね、弓がね、虚無がついてるっていうのがでかいね。虚無付きの弓はでかい。で、さらにこのやっぱ10万上がっただけで、いいよね。全然違う。一発10万だから。これ5発いっぺんに、打ち込むんで、10万かける5の、まあ、50万だよね。ダメージとしては。ものすごい変化があったと思う。よっしゃ。で、いざとなったらこれポーションバリアもついてるので、まあまあまあ死ぬことはそうそうないでしょう。まあ耐久力にはね、ちょっと、自信はありませんけど、輝くローブなんでね。でも、それでも、倒せると思うよ。問題なくさ。しゃあ、突っ込むよ。どんどん突っ込んでいく。それでは、キャプテン、4体いてくれよ。で、これ、今更なんだけどさ、ブラストビルドって、むちゃくちゃ強いね。ブラストビルドむちゃくちゃ強い。おお、カバンよりもこっちの方が今強くない？カバンは外ればっかり引いた時がちょっと火力が出にくいんだけども、こっちだと確実に火力出せるんでいいよね。じゃあキャプテンいた。危ねえぞー。はい、ちょっと待て。お前ら倒してから。なんだ、モブ速度 10%。ぬるいね。ぬるいぬるい。ぬるぬるです。もうちょっと、きつくてもいいよ。敵が舞う。敵がむちゃくちゃ舞うね。なんか、昔こんなだったっけ？なんか、えらい敵がぶっ飛んでくるんだけどね。こんなもんだったっけ？しゃあ、いけましたね。画面外にぶっ飛ぶよ。はい、脅威3ですね。できればここで神秘が3になってほしかったんだけども、まあ最後の最後っていうことですかね。はい、行きましょう。お、キャプテンいた。途中にいてくれた。ありがとう。ありがたい。矢がちょっとやばくなってきたな。矢が69本です。何？あ？
プレイヤーのダメージが 40% 減少ですね。これはきついぞ。でも強化されたブラストビルドをなめるなよ。中間地点過ぎまして、もう少しでボスですね。キャプテンあと1体がちょっと見当たらないぞ。いないかな、もしかして。さ、できれば全部いてほしかったんだけど、どうだろうね。最後の最後ちょっと横道があるんで、そこにいる時もある。なんとかそこにいてください。頼む頼むよ。神秘さんの方が絶対面白いからね。よし、いるか。あ、いそういそういそう。いや、いないわ、いなかったわ。縮小、いません。ということで、矢は600本か。大丈夫ね。下に1本落ちてたけども、取らずに行きましょう。ダメージ 40% 減少でーす。ほい。まずはザコから。よっしゃ。いいね。いい感じにダメージ入るわ。強すぎる。強すぎるこのブラストビルド。いや、もうほんとね、楽ないもんね。むちゃくちゃ楽。もうね、連射コントローラーあればもう押しとくだけだもん。押しとくだけでもう敵がバッタバッタ死んでくれるんで、全然余裕だね。危なくなったらポーションバリア使えばね、まあ死ぬこともないし。いやー、これは、あー、ちょっと待って、危な、あれだな変更がついてたな。危ねえ危ねえ。ちょっと待って、変更ついてるとちょっとまずいよ。じゃあ、はい、いや楽勝でしたね。ということで今日は新しくなったブラストビルドを使ってみました。256だったらもっと攻撃力上がるので、うん、なんとか狙っていきたいですね。でもあそこなかなか出ないんだよな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。